どうも、ゲストの会だと。ゲストです。それでは今日も頑張っていきましょう。おはようございます。おはようございます。本日、遠征になります。1年ぶり。今回、企画は Amazon で買った竹を矢にしてもらおう。はい、皆さんこれ分かりますでしょうか。これね、竹です。竹です。東京から愛知県岡崎市に行って、矢を作ってもらい、そして的に当てる。ここまでがゴール。これを目指して僕ら行こうと思います。てか、どうこれじゃあ、太いの、これが僕の矢なんですけど、ただ比べるともう一本違う。これは強敵だな。僕らもね、想像よりちょっと太いなと思いつつ、小山さんにはまあ、申し訳ないけど、でもやってもらおうかなって感じ。じゃあ、行きます。せーの。はい、着きました。まずは小山さんに挨拶しに行こうと思います。行きます。ビーフシチュー、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。企画の話はしてると思うんですけど、早速お願いします。はい、はい、おお、マジか。どうですか、こうやって思ってたのと違うね。全然違ったな。はい、種類はあるね。これはどうですか。写真を、ね、見たときに、最初、はいはい、あ、細いのもあるからなんとかなるなって思って、太いのも細いのもあって、ただ錯覚でその太いのが思ってたより全然太い。基準が太いから、ちょっといいかわかんないと思った。飛んでいかない。まあ、やってみましょうかねって感じだけど、だけど太くて重たいから飛ばないと思うし、あとハズもね、あ、サイズがない。もう俺が昨日寝る前に考えてることと全然違った。どうした。まあでも、まあ、や違ったけど、まあやってみよう。ちょっとやってみよう。よろしくお願いします。はい、ということでね、ちょっと甘えてたね。甘えてた。なんかやばそう。まあ頑張ってもらうプラス僕らも頑張る。そうだね、お手伝いできるとかするし、飛ばす、なんとか。このね、もう変哲もない竹がね、どう生まれ変わるのかっていうのは、それはすごい楽しみ。みんなはね、楽しみだから。いきましょう。はい、ビーフシチュー、まずはためをしようと思います。まっすぐ、これね、僕たちもやったね、一回。不安でしかない。うわ、ビクともせん。ビクともせん。全然しならない。しならない。わかるでしょ。このやつやったことないから、俺も全然火加減、うん、全然わかんない。ちょっとまっすぐになってきて、何もしない。うん、全く全く全く、こんだけこんだけ手応えなの初めて。思ってたんと違うね、ちょっと絵としてはさすがですねっていう感じだ。よし、食べはここまででしょ。この辺までなんとか使えるぐらいのまっすぐ触ったから、で、切っちゃってやってみる。はい、はい、お願いします。お願いします。割れちゃってるもんね、これ。まあ、今日だけ使うってことで、はい、ちょっと今からこの節を落とします。小刀はここ手の上で、親指でここで固定する。左手の手のひらで竹を押さえてあげる。節を落としてあげるんだけど、違います。全然違う。全然違う。で、こっち側の目の方は単純にも切ってあげる。そう、僕がやります。やってみよう。左手で回転させながら、いやー、気をつけて。こう、高君ダメですね、これ。無理だよ、これ。やめようか、これダメだ。これなさい、やばいし、これ俺でもこれちょっとしんどいもん、これ。矢尺が、これはどうかな。ここも俺がやっちゃおうか。ちょっとやっちゃうね、ちょっともう、はい、非常にキツキツなスケジュールを作ってました。これで1日でもよかったね。いや、1日でもいい。こういうの丸投げてる。で、これで、まあ、ハズを切り水をね。こんな感じでね、ネバネバする。そう、ネバネバする。見とったよ。はい、小指で弾いてあげて。いい。で、1回だけだと弱いんで、もう1回やります。今、ゆっくりやってます。ゆっくりやってます。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。
120度って測ってないんですね。目視だからこの剥ぎ付けがねやっぱり技術が必要で、あでも筋はいい。あ綺麗じゃん。うん綺麗綺麗本当に綺麗だね。でも最近こんだけやれるのは筋は本当にお世辞抜きで、うん、初めてここで褒められたね。お風邪気に来て。もう1時間経ってる。1時間経ったよ。この角度から見ると120度110度だったら綺麗です。まっすぐでこう、この人だけどすごい行くか。思ったよりマシなんですか。思ったよりマシ。まあでもよし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 。あとはバリスということで。ちょっと練習。はい、はい、それではすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもここで向いてねえよ。飛ぶ気がしない。しかし次の企画がある。まあ、とりあえずこんな感じで。あっという間です。ビーフシチュー。はい、出来上がりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これが。みんなで頑張った。すごい。自分の思ったより綺麗にできてますね。てか、うん、羽、いや、整えてもらってるのか。ハサミを入れたけど、このグネグネしてるのは、ちょっと付け方あんまし込められたもんじゃないけど、はい、でもまあ、最初にしては、はい、できました。おー、すごい。矢尻どうなってる。すごい。耐える矢尻がなくて、一生懸命計算して、水牛の矢の根を入れました。65g だから、激烈に重たい。はい、あ、本当ですか。矢としては全然良くないから、だってまっすぐ飛ばない可能性が高い、うん、で剥ぎ付けもねちょっとあれだって、はい、やってみます、ます頑張ります。それで一回変えたと思って。あ、いいですか。すぐやろう。はい、お願いします。お願いします。クリスに出たよ、ね。高ければ当たってくからね。もうあと少し飛距離があれば。後ろから見ててもね、まっすぐ飛んでる。はい。なんか重いから落ちてるだけって感じ。頑張ろう。はい、頑張ろう。ビーフシチュー。どんな感じに応急してほしい。糸で巻いてくれてます。おお。すごい。当ててくださいじゃあ。痛い。どんな感じなの。落ちる、めっちゃ落ちる。
どうするんですか、こんなスケットでスケットで、竹内さん、では、さすがにお願いします。お願いします。というわけで助っ人の登場になります。よろしくお願いします。お願いします。次に決めれるようにちょっと頑張ります。お願いします。